どうも西田渉です、本日なんですけれども、私がソニーを羨ましい理由についてっていうね、キャノンユーザー目線で語りますっていうタイトルでねお話ししようかなというふうに思っております。僕のねチャンネルをご覧の皆様はね、基本的にはキャノンのカメラをお使いの方が多いと思うんですよね。で、僕もね、僕もう20年以上にわたってねキャノンを使い続けてきておりますので、必然的にまあキャノンのねイロハはある程度は分かっているかなというところでね、多く、まあ、この辺に、ね、あるカメラも R5 とかね2台あったりとか、もうキャノンまみれですよね、 R6 とかね、まあ、キャノンまみれなんですけれども、やはりソニーがねいいなって思ってもやっぱめちゃくちゃあるわけですよね。もう当たりますよね、これだけキャノンそしてソニーっていうね対決ってわけじゃないですけれども、ユーザーもかなりねこれだけミラーレスの時代になって、ミラーレスといえばもうソニーですよ正直ね。まあ、シェアも含めたり、もうね随分前からそのミラーレスのねシステムを組んできているというところなのでね。で、そういった時に、まあ、キャノンはね本当に、まあ、どんどん飛ぶ鳥を落としているかどうかは別としても、ミラーレスのシステムにガサッと移行してこようとしているね。来年あたり2021年あたりが僕の中でね RF の元年っていう風にねふさわしいかなっていう風には思ったりしているので、これからねまだ引き続きどんどん、ね、改良の余地があるというところで期待したいなというところではあるんですけれども、現状ね2020年のこの10月約11月現在ぐらいでの、キャノンにはなくてねソニーにあって羨ましいなというところをね皆様に解説していこうかなというふうに思ったりしております。まずねこれ結論なんですけれども、もう端的に申し上げまして、優秀な 20mm のレンズっていうところですね。で、特に FE20mm F1.8G っていうね、このレンズがあるかないかっていうところで、特に僕なんですけども、もうもはやね写真家でありまして、でもあるんですが YouTuber でもありますよね。もちろん写真家としましてはね、もちろんこういった形で現在ねカラーオブ、東京っていうねキャノンギャラリー銀座で個展とかも開催しておりますので、もうゴリゴリの写真家っていうところですよね、ある意味ではね。もう本当にちゃんと個展もね写真で開催してますから、まあ、写真家と申し上げて間違いないと。ただ、それもの一面もありながら YouTuber としての側面もありますよね。これね、もうやはり登録の方もね2万7000人とかの方にご登録いただいてますから、まあ YouTuber と名乗らせていただいてもね悪くはないのかなと思っております。っていうか YouTuber 名乗る名乗らないとかの前に純粋に収録してるわけですよね。で、収録する際のねこのレンズっていうところがね、YouTube をやればやるほど 20mm っていうところが、僕みたいな写真家系ではなく、ムービーを撮るね Vlog 系の方とか、ムービーメインの方とかねの、Vlog 系の YouTuber の方、ムービー系のねガジェット系の YouTuber の方とかも含めて、皆さんねなんかこういろいろとレンズ試しているんですが、たどり着いてるのは 20mm なんですよ。で、僕もまさに今これがね EOS R と、RF の1535F2.8LISUSM で撮っているんですが、 20mm のレンジ、今これがちょうど 20mm なんですよ。例えばですが、こうやって話してます、背景もある程度こう出ますよね。で、ここにテロップとか入れる際もこのスペースぐらいいいですよね、このぐらいの距離で。例えばですが、個展カラーオブ東京ってなった時はこうすればね一発で分かりますか、目の前の画面をほぼ閉められますよね。さっと引けば画面に戻る、要は手を伸ばせば分かりますかね、この引き付け効果と言いますか。ある程度僕がこういった伸ばすとね、こうちょっと歪曲するんですけど、こうドーンとね、なんですが、こういう風にしてお話してるとそこまでね画面の破綻少ないですよね。で、さらにいろんなものとかを紹介するときには一気にね、わかりますかね、こうやってものを紹介できるっていう、これが 20mm なわけですよ。これがね一番いいんですよね。手を伸ばして約ね50センチぐらいかな、60センチぐらい、このぐらいの距離感っていうのがね非常にこの YouTube の配信をする上では必要。もう一気にいろんな情報量をさっさっさっと皆さんにご覧いただくことができるっていうね、これが、一番大事な画角なんですよね。もうどんどん DJI の今度ね、オズモポケット2、オズモ2かな、うん、まあ、とかもね、こうやってスティック型のやつ、オズモも今まで 28mm ぐらいだったんですが、それがね、26とか 20mm ぐらいになって出てきたとかね、そういった形で、やはりね、20mm、22mm あたりなんですよね。なのでね、この優秀なレンズで、キャノンがまだないってことなんですよ、これが。やろうとすると今言ったように RF の1535とか、要は1635とかをつけなきゃいけない。で、 20mm の単焦点は、EF で古いものしかないって感じなのでね、この辺なんですよね。っていうところでちょっと長くなりましたが、このね結論、優秀な 20mm レンズっていうところでのね、今から深掘り解説をねしていこうかなと思っております。ではね、深掘り1点目なんですけども、もうね結構説明してしまったんですが、やはりね YouTube をやる上で最適な焦点距離が 20mm ってことですよね。もう何度もね先ほど申し上げましたけども、パッと目の前に伸ばした瞬間に
紹介したいものが目の前にね、画面いっぱいいっぱいに映せる。そして自分が手を伸ばせば、そして戻せば自分のね話す画角に戻れるっていうところで、これわかりますよね。もう皆さんご覧いただいてね、なんか YouTube の画角って感じしませんか。こうやって持ってて、はい、今日のカメラはこちらって言ってね、こうやって、はい、EOS R5 ですとかってね、これが20ミリなんですよね。なので最適な焦点距離は20から22ミリかなと思ってます。あとは近接撮影性能ですね、これがどのぐらいまで寄れるかっていうところです。ここなんですよね。で、次なんですけども、やはりソニーのね、FE20mm、F1.8G が素晴らしすぎるっていう感じかなと思います。まあ、高澤圭介さんだったりね、この間個展にね、レオ遠山さんとかもお越しいただいてて、皆さんね、ソニーの α7S3 を導入されてて、で、レオさんにもね、α7S3 に、やはりね、FE20 の 1.8 つけられてて、まあ、触らせてもらったんですけど、やはりね、ちっちゃいですし、軽いですしっていう、こうやって自撮りで持ってもね、7S3 をね、約あれ1キロあるかないかぐらいだなっていう雰囲気なんですよ。これはやっぱいいな、優秀だなと思いながら見ていて、キャノン機だとね、これ EOS R と RF1535 だとね、1.3キロ、1.4キロぐらいかなっていうね、660と 1.5 キロか、900グラムありますからね、RF1535 がね。なので500グラム変わるとね、もう持った時の質量が全然違いますからね。ここがね、この組み合わせ本当に素晴らしすぎるかなと。これはもう全て YouTuber 目線で今日はね、ちょっと語っているっていう感じです。なので、もう正直今日の結論は、キャノンからすると、キャノンユーザーからすると、YouTube とか自撮りをするとかね、収録するっていうね、ムービー目線、YouTube 目線からすると、ソニーが羨ましすぎるっていうことなんですよね。なので、ね、キャノンでも十分にこうやって大型化はしますけど、十分にね、クオリティの高いね、動画を撮れてるのは事実なんですよね。こういった形で。全然遜色ないですよね。むしろカラーサイエンスはキャノンの方がやりやすいのでね。なのでそういった意味での安心感とか、僕はね、楽さ加減、スキントーンの出方とかはキャノンは本当優秀なのでね、楽はさせてはいただいております。ただ重いということですね。で、次なんですけども、あの RF レンズに足りないね、軽い広角単焦点ってとこですね。ここがね、本当に、例えばソニーだと安いとこになると、タムロンの 20mm で、F2.8 でね、確か 200g 台ぐらいであったりとか、そうなるとね、800g ぐらいで α7S3 とつけたら、800g 台ぐらいでね、自撮りできちゃうと、20mm の画角でね、まあ 2.8 で、そこまで明るくはないですけど、ボケないですけど、十分ですよね。もう結構接写もできると思うんで、近づけちゃえばね、相当ボケると思うんですよね。今だってこれ F2.8 で収録してますが、そこそこ後ろボケてますよね。ここぐらいまで僕が来たりすると、相当後ろボケますしね。なのでね、そういった意味で、次なんですけれども、今後のね、ロードマップにもね、RF レンズでの 20mm 単玉、単焦点というのがないっていうところがね、ちょっとね、YouTube をやる僕とかからすると、お願いしますっていうね、気持ちにはなるんですけどね、軽くて、なので RF の1535の F4 とかに期待ではありますが、やはり、ズームになるとね、まあ、明らかに大きいのは事実ですからね、間違いなく大きくなるのは当たり前ですよね。 F4 でもね、本当に単焦点とか小さいね、 20mm が欲しいっていう、ここだけなんですよね、本当にね。で、続きましてなんですけれども、キャノンとソニーのね、カメラの捉え方の違いがあるかなっていうふうには思ったりします。キャノンはね、どっちかというと、まあ、大きく重くてもいいから美しく撮っていくんだ、写真でもね、そしてムービーでも美しく撮るんだっていうところがベースの考え方としてあるかなと思ってるんですよね。で、ソニーに関してはね、本当に小さくコンパクトに、そして大型なものは大型で、業務用のものがね、ありますから、そちらで使ってくださいと。ですが、ね、なるべく一眼のミラーレス一眼に関しては小さく、そして映りよくというところを徹底的に、目指しているのかなという、ね、考え方の違いが大きくあるかなというところですよね。ではね、総括に参りますね。キャノンの場合はですね、写真用の EOS と、そしてシネマ EOS というものがまた別でね、業務用といいますか、またハイクラスでね、ムービーはあるわけですよね。そちらも本当に大掛かりになっていますか、大型化したようなね。最近ではね、C70 ってね、比較的小さいね、コンパクトな、RF マウントのシネマ EOS が出てきましたけれども、まあ、とにかく、ミラーレス位置が R5 とかもそうなんですが、8K とかが撮れてね、4K の高解像度とかになると本当に美しいんですが、基本的には小さくはしませんよと。大きく、レンズも大きくして、とにかく美しく映像も、写真もね、撮っていきますっていうね、方向性。
で続きましてなんですが、ソニーはねミラーレス一眼でシネマも撮りたいっていうね、その業務用機器でも撮れるけど、あの一眼でもねシネマを撮るぞっていうところに意識しているので、必然的にコンパクトに軽量に、そしてあの自撮りとかもしやすいとかね、そういった、YouTube 目的とかねムービーにとにかく特化して、ソニーはミラーレス一眼をね作ってきてるかなっていうふうにはね感じてますね。なのでソニーのはミラーレス一眼でシネマも内包しているのかなっていうね、そういった位置づけでいいかなというふうに思っております。ただですね、次なんですが、写真家、僕みたいな写真家とか商業ベースのスチールのカメラマンにとってはね、 EOS のミラーレスはね今後も最良の選択かなというふうに思っております。やはり撮りたい時に撮る、そして安定したカラーサイエンスですとか一眼をね仕事を業務で使うとか美しく撮るとか絶対に撮らなきゃいけないとか、そういった時はねやはり EOS の 1K1 シリーズがあったりするとね本当に安心して、そして潤沢なレンズ群、純正のねレンズ群がありますから、ほぼね撮れないものがないっていう意味ではね、かなり安心安全のね EOS ミラーレスに今後もなっていくかなというふうにはね思ったりします。なので写真家にとってのね EOS ミラーレスはもう本当に間違いなく、僕も引き続きねガンガン、写真ではね EOS ミラーレスを使っていくっていう感じですね。ただ最後にね、やっぱこういった僕は写真家でもありますが YouTuber でもあるっていうところでね、キヤノンはね今後ミラーレス、こういった YouTuber 向けと言いますか、この自分を撮って、そして自分をね、だってこの R だってバリアングルになってますよね、自分を映しながら喋るっていうね、ここにもちょっとだけ意識したね製品開発を入れていっていただけたら嬉しいかなと思いますよね。もちろん QSM とかね、ああいったものを QSM もマーク2出て、ああいったものを使えばね、あの自撮りでムービーでとかっていうのが可能でしょうけど、やはり 4K とかクロップとかいろんなことを考えるとね、やはりちょっと弱いっていうところを感じます。やはりねソニーの α7S3 とは言いませんけれども、そういった考え方、一眼レフだけどムービーもちょっと力入れてますよっていうね、シネマEOSの血がねかなり入ってきているようなEOSのミラーレス一眼、その辺もね C70 よりもよ、どっちかというとこういった R6 よりとかでシネマ遺伝子が入ってくるようなね、そういった製品が出てきても僕は嬉しいかなと。小型でねすごくこう、4K の60まできちっと撮れますがね、そういったものが出てきても面白いかなと思いますので、 YouTuber にとってはねキヤノンのミラーレス今後期待したいかなというふうに思ったりしております。ぜひねチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またねこういった形で、僕は、写真表現の高みを目指す方向けにね西田渡るフォトカレッジっていうものもね無料で運営しておりますので、そちらもぜひね合わせてご登録いただけたらと思っております。それでは失礼いたします。西田渡るでした。